東京消防庁消防博物館。消防博物館とは東京都新宿区四谷にある東京消防庁の歴史と活動に関する資料を展示している博物館である四谷消防署と併設されている。1992年12月3日開館。マスコットキャラクターはファイアーくん。英字表記はファイアミュージアム。東京消防庁消防防災資料センターとも呼ばれる。 歴代の消防車歴代の救急車他にも、江戸時代の火消しの道具、破壊消防で防いでいた、当時の技術を扱ったジオラマと、人形浄瑠璃による小ステージや、歴代の消防の変遷をまとめた展示、現代の消防と救急に関する展示、家庭での事故、防災対策をまとめた展示、自然災害とその対策を扱った映像、 消防音楽隊の実際に使っていた楽器、防災アニメを見ることのできるアニメシアターや消防活動の一連の様子が見られるアニメと模型の小ステージもある。また、10階にある展望休憩室では飲食物を持ち込んでの食事ができるほか、高層住宅での災害発生時の行動をどう取るべきかの展示がある。マスコットのファイヤーくんは地下一階にあり、その近くでは、 地下街での災害発生時の行動をどう取るべきかの展示がある。また、企画展示を行う企画展示スペース、映画上映を行う映写室、図書室がある。消防署が同居しているため、消防車や救急車が出動指令に応じて飛び出していくのが見られたりもする。また、入り口には、毎時零零分になると音楽隊のからくり人形が動く、からくりオブジェがある。 ありがとうございます。